キリュウさん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ彼女にはどこへも行く当てがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人、私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしてるうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。ん？泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。それでハルトの父親は誰なんだ？ごめんなさい、それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か？一体誰なんだ？それは。おーい、まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。ソメヤ、お前どうしてここに？それはこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場会の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな、そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かにただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら
堂島会長が陽明連合会のクルス会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく六代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる？俺はね、四代目。今、菅井会長代行から、東条会の跡目候補と見られているんですよ。お前が東条会の跡目だと？小清水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ、俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか。俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後、ずいぶん探したりもしたんだが、まあ、こうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ四代目、失礼します。あいつと何かあったみたいだな。あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう、キリュウさん。なんじゃそりゃ。一体誰なら、その染谷いう男は。清美ママ言うたら、東京に行っとったんじゃろ。言葉もすっかり東京弁じゃし、その時付き合うちょった男じゃないかの。ひょっとして、昔の旦那とか。踊り、清ちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。なんか根拠でもあるんすか。当たり前じゃい。清美言うたら踊り、清純な美女言う意味じゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、キリュウの兄貴。え？ああ確かに上手だな。ひょっとして子供もいるんじゃないですか。バカだれ。ええ女っちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ。踊れら、あんましかばちたれよるとぶち殺すだ。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。兄貴、そらそうじゃけど落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。大変じゃ。いいのじゃねえか。なんならキヨちゃんがさらわれた。それは一体どういうことじゃ。さっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よって、キヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけわしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。ほしたらキヨちゃん心配せんでええから言うて、ほいでおめおめと逃げてきよったんか、この根性なしが。
おとれの腕の一本や二本おられててもキヨちゃんを守ったらんかい。頭いかんて、怪我人ですけ。ヤクザってのは陽明連合会か。いや、多分東京もんじゃ若い男じゃった。ソメヤか。やっぱり清美ママと何か関係あるんすかね。待て、南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が行ってどうにかなる相手じゃない。止めんといてつかざい。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。どうよ、東京門に舐めた真似されて黙っちょれんわい。ソメヤは陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど、惚れた女一人守れんで何が極道じゃ。呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うてつかさんや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。ああ、バカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか。いや、兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけどなんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そら、そうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面？なんか泥棒みたいだな。おやっさん、なんで小川なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな。全然バレなかったよ。おいじゃけど、そがなことする人おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴のもんです。あ、いや俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。キリュウの兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから。兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。でかしゃ、どういう作戦で行くんすか。そうじゃのう。あ、確か
迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。1階はロビー、2階から3階までが客室エリア、4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。広いな。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。よし、キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右回り、わしと桐生の兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃ。お前ら準備はええか。へい。血がたぎってきたで。兄貴準備はええですか。ああ行こう。よっしゃ、キヨちゃん今行くで。染谷いう男おらんですもん。はあ、あん中はまだ見とらんの。うっ、たまらんの。よりによって何ちゅう場所じゃ。もう行けん。ちいと失礼します。おい帰るわい。なんじゃこりゃ。わるはナグモ。これ一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで。バカたれ。
もう遅いわ。しもうた。あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるか勝ちって。てめえ！クソ、逃がすか！4代目をお止めしろ。兄貴は染谷を追ってください。染谷、観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時墨なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅してあぶくぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。墨は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと？現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや、
女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。ないですかい？あれ？桐生さんじゃないの？それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス。来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん。キヨちゃん、無事じゃったか？ええ。二人ともどうしてここに？それは小清水さん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ、わしらは小川して客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、四代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。なっ、ママが。お前の本当なのか？嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな。小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思っての、お招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい。広瀬の親さんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長、ですがこの私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか？いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか？もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは闇造船会長岩見平蔵と申します。四代目岩見会長は岩見造船をはじめとする岩見グループの長老ですが、
もう一つ別のお名前がありましてね。うん、クルス・タケル。クルス、陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。岩見造船の会長が陽明連合会の。岩見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますが、こちらは息子の常雄で岩見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東条会の四代目でしょう、当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、陽明連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか、広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていてなんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからにはまず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば我々の杯が明るみに出ても近江連合は渋々とはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の東条会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会六代目への裏切り行為でしかない。
なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目。どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東条会の人間じゃない。それはおかしいですね。東条会の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか。やめなさい、スネオ。キリュウさんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもて、せっかくの黒が水縄じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが、うん、そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ。まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。田頭、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん、笑ってんじゃねえてめえ。ママ帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかしもういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろバカ野郎。痛い痛い痛い。なあなあ、覆面よかったろ。ちょっとおやじさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで春人君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか。うん、私ね、辰川君が春人君の父親なんじゃないかって思うの。はあ、誰なんだ。俺の幼馴染で一緒におやすさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか。いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの。ちょうど遥ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川くん、うちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか。そうでしょうね。もしかしてその時の辰川の電話の相手が遥ちゃんじゃった言うんで。もちろんその時は辰川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥ちゃんが春人くんを産んでたってことは。その辰川は今どこにいる。ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。ん、音楽か何かやってたのか。いやー、さっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。辰川じゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト。田頭、踊りなんでそこまでこと知っとんねん。わし
あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの？マジ意味わかんねえ。田頭、そいつと連絡取れるか？いやー、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。カムロン長官、ハルト、もう少しだけ待っててくれよな。キリュウの兄貴、こいつが辰川ですわ。こんな奴とハルカが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが、清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、ハルカちゃんがよりによって辰川なんだと。あいつがハルトの父親なのかよ。なんか俺もうハルトのおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあのハルカちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれからハルトのおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。ハルカちゃんはわしらの天使で、確かにハルトはその赤ん坊じゃ。じゃけどユータの言いたいこともわかる気するわ。でしょ。やめえバカタレども、男と女ちゅうのは理屈じゃないんじゃの、キヨちゃん。あ、お邪魔しますよ、四代目ソメヤ。お、踊れ、何しに来よったんじゃ、こんけどぶち殺しちゃるぞ。南雲くんやめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもうキリュウさんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるか。キリュウさん。うん。改めてだけど、ハルカちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことハルカの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだね、キリュウの兄貴。そういや、ハルカちゃんはどうしてるんすか？なんでハルトのそばにハルカちゃんがいないんすか？おお、そうじゃ。わしらハルカちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ、キリュウの兄貴。ハルカちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故に遭った。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが、
何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。分からねえことは山ほどある。だがまず分からなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。そういや達川が組抜けたのってハルカちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探しようはある。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな、ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ悪いが、またハルトのことを頼めるか。え、私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう桐生さん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。桐生の兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。分かった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに、やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。桐生の兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、分かった。桐生さん。ジョーカー、さっき遠くから桐生さんを見かけたもんでさ。もしかしてそこの水軍アパートが桐生さんの屋さなの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど、桐生さんの方こそ問題ない。ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ
分けありなんだな。そうか、それなら。どうかしたか。いや、桐生さんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあとにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとくよ。それじゃ。ここがカムロ町。マジで達川のやつこんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろうが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言って舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。そうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカムロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。まったくどこ行っても人だらけじゃろ。入ってこんなもんじゃないですか。着いたぞ、ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか。この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、キリュウの兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません。ん？すぐお返ししますんで。おう、ユータ、何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。達川の近況ネットに上がってました。この達川のページ田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの外道が遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥さんはなんで小川の男と。これはいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に映っとるのはカムロ町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど。どうすかね、キリュウの兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町は3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって達川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんだな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。タスカーが本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。兄貴、ちょっと待ってつかさい。ユータのやつが。ん？すみません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけ、そうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ、
あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。あ、兄貴、これちょっと見て使わさい。ん？東条会の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何？控訴棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか。こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も。俺はもう東条会の人間じゃねえんだ。じゃけど東条会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたひよちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう東条会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、わかった、もういい、あんたには頼まねえよ。気流の兄貴、頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました。じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカタレ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃあわしらも行きますか。ああ。なんじゃ。男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、こら。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ。俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹、優也、うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか、井野。さあな。今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、桐生さんですよね。ん？お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです。お前、優也か。優也？そういやさっき兄貴、店長の優也を呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前、スターダスト辞めたのか。でもならなんでこんなところに。キリュウの兄貴。お、ああ、大丈夫か、ユータ。トイレを早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかね。え、本当に漏らしとらんのか。ジビッとひっとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか。ああ、
そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいな。神室町でホストになったらしくてな。名前は立川。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは？見覚えありますね。本当っすか？俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで？はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺は神室町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの街の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札開きって神室町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか？ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃ？ジンゴン派っちゅうのは？韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。キリュウの兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか？すげえ。確かに今のジンゴン派には若い奴が多いようでした。スターダストを買った奴も多分幹部でしたけど、まだ20代です。立川の奴、総側な店でホストなど続けられるんかの？もうやめとるんじゃないんかの？もしそうだとしても、あの店に立川を追う手がかりがあるはずだ。人号派がいようが、スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、キリュウさんは。ん？俺は今、ホスト時代の客のコネ使って、小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ？あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今の神室町の抗争が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。なら、お前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや、
あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私、スターダストのオーナーをやっております。ハン・ジュンギと申しまして。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんでな。ほう。おう、そうじゃ。踊れるの店に達川いうんがおるじゃろうが。わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では、私の招待を受けていただけるということで、よろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では、後ほど。お待ちしておりますので。桐生さん、さっきのあいつ人言派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。ああ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今の人言派はカムロ町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。ええ、お気をつけて、キリさん。저놈이다길다같이있는놈들은또누구지그딴거신경안써다죽어라어아니기만나라와시라니이오미다이자한국어で叫んでるみたいですけど。じゃあもしかしてあいつら人言派だな。けどわしらハン・ジュンギっちゅうのから招待されとったんじゃ。まだ俺を恨んでる連中もいるってことか。今の人言派も一枚岩じゃねえらしい。つねえじゃない聞け。聞け。助けてくれ。かまってる暇はねえ。行くぞ。誰か。下がった。決めた。兄貴、ハン・ジュンギには
後で文句言わねえとな。いやー、カムロ町いうんはおもろい町じゃのう、兄貴。喧嘩相手が山ほどおる。頭、行ってるそばからまた来てますよ。今頃半純義が待ちくたべれてるな。キリュウの兄貴、あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行っててつかさい。わしらはここでお楽しみじゃ。キリュウの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。本当に大丈夫なんだな。タツカを探すのは最優先すから。俺らもたまには役に立たねえと東京まで来た意味ないっしょ。さあ兄貴、早う行ってつかさい。分かった。あんまり遅れるんじゃねえぞ。へい。わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんかい。全然食い足りんじゃろうが。キリュウの兄貴。ユータ。頭がキリュウの兄貴についてろって言うもんで。何？ようこそおいでくださいました、キリュウさん。遠慮はいりません。さあ、お二人ともどうぞ。南雲はどうしてるんだ。頭は大丈夫っすよ。マジで喧嘩が楽しくて仕方ないみたいです。これで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかね。そうか。ずいぶんお時間がかかったので心配しましたよ、キリュウさん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。ゲストに手荒い歓迎とは恐れいる。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカはスマイトを高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それよりいい店でしょ。前のオーナーはセンスがいい。ただまあ何年も変わってないようで、今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見ると、せっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだな。これは手厳しい。ですがここはあくまでも表の顔でしてね、一元の客を案内する場所に過ぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなのです。そして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう。人言派ってことか。ええ、うちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで人言派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です。私に言わせれば、昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。堂島の竜が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ。あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ。その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこで。ご案内しますよ。桐生の兄貴、大丈夫なんですか。あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。そういうもんすか。それにもし達川がこの店にいるなら、あの階段の奥なんじゃねえか。確かに。Thank you.
なんだこりゃ。兄貴、これがホストクラブってやつなんすか。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がねえ。それでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。辰川というものをお探しでしたね。そうだ、辰川はここにいるんだろうな。どいつだ。残念ながら辰川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです。あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしたね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん一対一の勝負です。受けていただけますか。俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはない。よう、あのリングであんたを倒せば辰川の情報を聞かせてくれるのか。ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。君が？ユータ、どういうつもりだ。兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に辰川の情報まで手に入るんすから。俺がカムロ町に来たのは辰川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてた遥ちゃんを傷者にしやがった。それを考えると腹渡煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は辰川を追う情報が手に入んなら
いくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴、そのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーのアン・ジュンリが務めさせていただきます。心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ正面切って怠慢張ろうって言われてるだけじゃないですか。広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあ、ゴングを。なかなかいいよ、ユータカ。これで君も、キリュウの兄貴に顔が立つでしょ。たつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前に痛められようが最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろ。なるほど、ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで私は
神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。だが約束は忘れるな。半純義達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ドングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。私に恥をかかせる気か。ユータ君を話しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている。拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、この半純義を倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。神軍派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよく分かりましたよ、桐生さん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。怪我は痛むかな、ユータ君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。恨みがましい目をするな、君は。
喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。それは君にも伝わっているはずだ。さあ、戦いは終わったんだ。握手をしよう。調子狂うな。クソ。達川の写真だ。お前の言う達川もこいつのことだな。間違いねえか。ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが。達川は今どこにいる？その前に、なぜ彼をお探しで？あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか？お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ美しくないとは思いませんか？例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭われた。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なのかも我々は知っているつもりです。今あなたが興味を持って動いていることはその関連に尽きるでしょう。となると達川君も沢村遥さんの事故に関わっていると？余計なことを喋るつもりはない。それとも達川は今もお前にとって元従業員以上のつながりがあるのか？つながりはありませんが、達川君はなかなか面白い男でしてね。どうやら彼は本気でホストをするためにカムロ町に来たわけではないらしい。達川がスターダストでホストをしていたのはある種の目くらましだったと私は考えています。目くらまし？達川はスターダストを辞めるとすぐにアジア街に出入りするようになりました。彼が中国語を話せるのはご存知でしたか？何？間違いないです。キリュウの兄貴達川は中国語ができます。俺や田頭にも教えられるくらいで。ほう、君も中国語がわかるのか。大方可愛い中国娘でも口説こうとしたんだろう。そう、それがなんだよ。外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。達川君は店を辞めた後その中国語を生かしてアジア街のマフィア採用会のお抱えの情報屋になったのです。むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりでカムロ町に来た節がある。それじゃ達川は尾道にいた頃から中国マフィアとつながっていたってことか？で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ町のホストになった。ユータ、達川はそんなことをするような男だったのか？ガキの頃から知ってるんだろう？そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。キリュウさん、なぜ達川をお探しなのか訳を話してはもらえませんか？私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。達川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は達川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ？カムロ町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大岡ビルというのがありましたね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。わかった。それだけわかりゃ十分だ。あ、兄貴、お会いできて光栄でした。キリュウさん、ジンゴン派が
東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽っているなんて話を聞いたが、彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にもカムロ町の取り分はできるでしょうね。ですが陰で抗争を煽ってるなんてのは言いがかりですとでも言っておきましょう。そうか、邪魔したな。またいつでもおいでください。歓迎しますよ、キリュウさん。キリュウの兄貴、早速達川の餌に行きますか。あれ、どうかしました。達川のねぐらは占領通りの脇って言ってたな。遥かがひき逃げされたのも占領通りのそばだった。多分事故現場からすぐ目と鼻の先だ。偶然にしちゃできすぎている。え、達川に話を聞かねうちはまだ何もわからねえ。もし奴が遥の事故に関わってたとしたら、俺は自分を抑えられる自信がない。遥の父親だろうが、お前の古いダチだろうがな。分かってます、俺も同じ気持ちですよ兄貴。俺南雲の頭を呼んできます。この後例の大岡ビルの前で待ち合わせでいいですか。はあ、俺らが行くまで踏み込まないでくださいよ。タツカーに逃げられねえように人手がいた方がいいっすから。それじゃあ。